どうも、エイベックスアーティストアカデミー大阪校のボーカルインストラクター三谷です。さあ、チェンジアステートレーニングレベル1のうん5度5度やりましょう。さあ、5度って何や言うたら、まあ、これね、音楽用語っていうか音楽理論っていう言い方です。まあ、5度っていうね、まあ簡単に言ったらドレミファソドからソのこの音の感覚のことを5度と言います。普通にドレミファソラシドのドレミファソラシドで弾くとこのこの音かな。さあ、この5度で女の子はこの音の幅で、女の子はね。で、男の子はここか、この幅でね。まあ感覚的にはなんかパソコンのあれかな、なんかクローズするときディンディンあれですMac は関係ないかな、ちょっと分からんけど、関西人あるあるやん、言うだけ言うては分からんけど言うやつ、そういうことですほんで、まあ、このさ、こっちね、オクターブ最初の方やったんですけれども、音の幅が広い方が、まあ、結果チェンジはちょっとしやすいんです。で、音の幅がだんだん狭くなればなるほどちょっと難易度が高くなってくるから、ちょっと分けてやってよって、分けて練習してくださいよみたいな感じでやってます。やってますさあ、この5度、これも、まあ、言ったらまだね、オクターブほど音は離れてへんけども、まあちょっとやっぱり離れてる感はあるかな。だからこれで、ここで言ったみたいに、ここでも顔ね、こういう風に動いてまう子います。で、トレーニングの仕方として、やっぱりちょっと顔を動かさずにやってとかね、あのインストラクターの先生方も言うんですよ。ほんで、やっぱりそれね、確かにそうやし、動かさずにできるのがやっぱり理想だから、それをやっぱり生徒ちゃんがね、みんな意識しながらやると、動いたらあかんねやと思って、こうやって固まってやると、ほら、わかる？固まってやるからまた閉まってんねん。なので、首をやっぱりこういう風に上下に動かしたくない、動かしたくない方法をちょっと考えた方がいいと思います。で、まあ、さっきやったね、このオクターブのところでグーパーグーパー、このグーパーグーパーはやっぱりその音の幅関係なくチェンジの時にはすごい結構有効的な、ちょっとね、自分のレッスンのところでずっとやってる実験結果のところで出てますんで、ちょっとこれもちょっと使っていきたいと思います。どんな感覚か、今さっきこれでやったから、ちょっとこれでいこうかな。あ、こうしようか。あー、あー、あー、ピョンって離れたこの感じ、声の大小ではないです。んで、ちょっとこのね、声帯の感覚っていうのはちょっと別でトレーニングしないと分かりにくい。このめっちゃ力でやってるわけじゃないから。でも声帯の動きをちょっと感じやすくするために、体の一部で同じような動きをつけてやるっていうのはやっぱりどう考えてもやりやすいので、やってほしいかな、何か動作をつけて。で、こうやって手合わせる具合がちょうどいいと思います。これなし、力入れすぎなしやから、合わせる、こんな感じね。あー、よれと、あー、あー、こんな感じです。すいませんほんで、そう、今ね、先生がよれたのが、この裏声のところが弱すぎて、んで、弱すぎたり強すぎると、今みたいに声が言うこと聞けへんくて、よれたりとか、かすれたりとか、しまってもうたりとか、こういう問題、不具合が出てくるときって、強すぎるか弱すぎるかです。ちょうどのとき、ちょうどが大事です。裏声も地声も、ちょうどいいバランスの力加減、出すタイミングがジャストのときに限って、めちゃめちゃ綺麗に出ます。でも、ちょうどのときって、ちょうどやからわからんくない。ちょっとどっちかに弱すぎた、強すぎたとか、こういう風に偏るから感じれんねん。
弱すぎてんなとか、もうちょっと言えばよかった、あ強すぎたわ、言いすぎたわって分かんねんけども、このちょうどの時ってちょうどすぎるか分からへんねんな。でもただ一つめちゃめちゃ分かることがある、絶対に出やすい、出てもたってめっちゃ分かる。先生にこれで合ってるんですかって聞きたくないぐらい、自分でこれやって秒速も言った瞬間に分かる。もうこれを絶対に体感しないとやっぱり分かんなくなってくるから、なるべくこの動作をつけて綺麗に出た一瞬、うわ今めっちゃ綺麗に出たんじゃんっていうこの感覚をゆっくりでいいから一箇所でもできるように落ち着いて練習をして、なんで綺麗に出始めた、出たっていう感覚を知ることができたら、それを少しでも長くするイメージで練習に取り掛かるとできるようになります。落ち着いて練習することが大事やから、この5度オクターブのところ、これも同じなんで練習をしてみてください。ありがとうございました。